長岡先生の講義では農業をデザインで伝えるという授業名で農業と食と地域の課題をどう乗り越えてブランド価値を高めていくのか現場の取り組みなども含めてご紹介いただきますそれでは早速長岡先生よろしくお願いしますはい、それでは皆さんこんにちは、えー、今ご紹介いただきました株式会社ファームステッド、えー、代表を務めてますクリエイティブディレクターの長岡淳一と申します え今日はですねあのこういったあの場を頂い,いてえ私たちの活動であったりとかえまあ今日はタイトルがですね農業をデザインで伝えるということでえ農業とデザインの関わり合い方とかですねえ私たちが考えるえまあ地方であったりえまあ食だったりそういった部分のデザインの考え方やですねえ全国各地での 農業生産者さんとの取り組みなんかも具体的な事例もちょっとご紹介したいなと思っていますのでどうぞよろしくお願いしますき、はいえーまあ、今日1時間弱でお時間いただいてますのでちょっと簡単にですね、えー、私たちの自己紹介をしたいなと思いますじゃあスライドを写していきたいと思います、えー まあ私株式会社ファームステッドというんですけども、僕らの本社ですね、かつ僕が住んでいるところなんですけども、この北海道十勝地方というえ北海道地図が写ってますけども、色が変わっている場所が、ですねえっと皆さんどうでしょうか、小学校かな、中学校かな。 トカチ平野ということをもしかしたら教科書で見たかもしれません色が変わっているところはトカチ平野というところですねこの大体真ん中辺が帯広市という町があってですね僕はそこに生まれ育ちまして今もそこに本社を構えながら活動しています帯広市は人口大体16万人ぐらいの都市でこのトカチ地方まあ一つの行政区単位なんですけれどもあトカチというとどうでしょうか えー、チーズのイメージ CM とかですね十勝っていう言葉は皆さんご存知かもしれませんけども人口この十勝地方だけで大体今3 5五6万人ぐらいの人が住んでる場所になりますで広さはですね、まあ、ここに書かれている通り、えー、千葉県が2つ分すっぽり入るぐらいの、まあ、広さになりますねはいで今日もあの、まあ、僕がいつも 使っている空港はトカチオビヒロ空港という空港でですね。これはあの今じゃないんですけれどもオビヒロ空港に着陸するときに飛行機から撮ったまあ写真です。どうでしょうか。見てご覧の通り、えー、果てしなく畑が続く農業地帯の連続でですね。今は11月もう12月入りましたので、えー、まあやってる農業といっても畑作畜産酪のトカチはまああの北海道の先の方も。 地方にかかっているので魚漁業も盛んなんですけども、まあ、何といっても農業が、えー、我々この十勝地方の主たる産業でして、えーまあ、神戸広を拠点とししてて活動していますでも僕もあの実はおじいちゃんが、えー、農業で入植してですね何年前でしょうか NHK の朝の連続ドラマで「あの夏空」という広瀬すずちゃんがヒロインのドラマがありましたけどもあれが十勝を僕らの地元の十勝があの場所でですね えー、僕も4代目になりますうちの、えー、とおじいちゃんまで農業をやっていて、えー、父親はあの農業を継がずですねいるんですけども、まあ、やっぱりあの僕の周り先輩後輩、まあ、同級生農業生産者さんがもうたくさんいますので、えー、農業に対する誇りであるとか、まあ、フロンティアスピリッツみたいなのを受け継いでいるということになります。えー、よく 一家の農家さんの面積はどのくらいでしょうかって質問がまあるんですけどもまあ、見ていただいてですね家がポツポツ見えますけどもだいたい今農業も規模拡大が進んでまして一家の平均ですね平均工作面積が約40ヘクタールと言われてますわかんないですよねヘクタールと言われてもよく東京ドームいくつ分みたいな例えがあると思うんですけど東京ドームに例えるとだいたい 大体ですね北海道といっても広いので十勝の場合はこういった形で大規模農業でですね大きいトラクターで、えーまあ、生産供給基地ということで農業が営まれているということですね。で今我々が行っているのが、まあ、農業をはじめとする第一次産業に、まあ、デザインやブランド作りブランディングの考えそういったものを活用して もちろん作られるものであるとか地域また人にフォーカスを当ててですねブランド価値を高めるという活動をしています、まあ、そういうことでこと価値からですねどんどん広がりが出てきて今日本全国の離島を含めた農業の農業食地域の活性化の活動を今しています。まあ、我々はこの 土と地域をデザインするというのはまあミッションです。一次産業を活性化して、まあ、地方から日本を元気にしようとちょっと大きなテーマになってますけども、えー、こういった活動をしています。で、えー、まあ今日はですねデザインとこう農業デザインで伝えるということなので、まあ、我々はですね、えー まあ北海道の本社を構えながら東京にもまあ拠点を構えてですね2拠点体制で今活動してます。僕大体今あのまあコロナもあったんですけどもえと普段のライフスタイルとしては週末だけまあ地元の帯広市北海道に帰ってですね平日はまあほぼ出張で大体年間250回ぐらい飛行機に今乗る生活なんですけども地方のニーズのまあ北海道の地方の今の現状まあそれも把握しながら やっぱりとは言っても都会のトレンドだったりとかですね双方の旬な情報の把握であったりとか情報提供しながら活動をしています。で、まあ、本題なんですが農業、まあ、今日は農業僕らの地元の先ほど見ていただいた広大な農業地帯の連続でですねそういった場所、まあ、そもそも農業に何でこうデザインとかブランド作り ブランンディグということです、ね、あの一般的にはまあデザインブランド作り、まあ、企業の会社の戦略として、えー、取り入れられてる考えですけども特にそれが農業において何で必要なのか重要なのかということをちょっと先にお話ししたいなと思うんですけども、まあ、最初はですね今の僕らの活動は今から10年前ぐらい1213年前ぐらいからこういう活動を始めたんですけども。 あのまあ、僕の同級生僕もともと飲食店とか、えー、アパレルの事業もやってましたので単純な僕の同級生からいやあの自分のね作ったものをなんとかたくさんのものにたくさんの方に食べてもらいたいんですけど食べてもらいたいんだけどどうやってそれを伝えたらいいかと、まあ、そういうところから始まりました、えー、飲食店をやってるとじゃあいや僕俺の作ったじゃがいもをちょっとメニューとして提供してくれないかとかですねレシピを考えてくれないかとか。 まあそういうことがだん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 え今は地産地消という言葉がある程度当たり前になりましたけれどもまあ当時はあまりそういうことがなくてですねえあそういった考えで農家やってる方ってたくさんいるんだな出てきてるんだなっていうのを感じたんですけども話をいろいろ聞いていくと僕帯広出身で帯広に住んでたにもかかわらずすごく生産者さんまあ僕らの地元最初はですね地域などがすごくいろんな切実な問題に直面しているということが分かってきました。 まあ、あのすごくちょっとネガティブな話になるかもしれないんですけども、まあ、やっぱり今昨今は新型、まあ、コロナウイルスの影響は結構色濃く残っているということですね、まあ、農家さんそもそもが、えー、いろんな潮流があります作ったものをじゃどうやって僕ら消費者に届けているのかっていうことでいうといろんな方法があるんですけども例えば飲食店に出されている方、えー、レストランですねそういった方に自分の作ったじゃがいもを直接納めている方 飲食店あのコロナウイルスの影響で、えー、営業ができなくなってしまったりそもそもお店がなくなってしまったりっていうことですねそういったことで出,す出荷する場所がなくなってしまったからどうしようとかですねいろいろやっぱりまだまだ影響が残ってるで異常気象がまあ当たり前の状況になってるっていうことでやっぱり農業ってあの自然にすごく左右というかですね影響される産業なので今年は特に北海道もすごく暑い夏でした。 僕が子どもの頃は家にはエアコンは必要なかったんですけども、えー、最近はもう僕らの北海道でも35度を上回るっていう状況が当たり前になってですね、えー、プラス干ばつ雨が降らないとか、まあ、そういう状況でもう異常気象が当たり前の状況になってるこれ来年もどうしたらいいんでしょうかということが結構言われています、まあ、あとはあのやっぱりウクライナのロシアとウクライナの問題があっていろんなものがストップしています。 えー、プラス今特に大変なのは肥料が2倍餌が2倍燃料高騰3割増とかですねやっぱりすごく生産コストは高騰してるんですけどもあの一方で私たちが購入する農畜産物の価格っていうのは、えー、変わらないままなんですね。価格転嫁ができず追い込まれる農家さんっていうのはかなり増えてきていてですね 先ほどあの1軒の畑作されている農家さんの平均面積の40ヘクタールっていったんですけれどもどんどん離農されていくとどんどんん軒の規模が拡大されていくわけですよねプラスまあ高齢化がどんどん進んでですね後継者不足農業人口の減少まあそうなると耕作放棄地が増えますので地方においてはちょっと荒れ地が増えてしまうとか。 あとちょっと商品のことに目を向けてみるとなかなか自社製品の品質にはもう皆さんやっぱ絶対の自信を持ってるとあの、まあ、ちょっと余談ですけどもじゃがいもばかり例に例えてあれですがじゃがいもの収穫時期先ほどあの見ていただいた畑ですねみんなほぼほぼ皆さんじゃがいも作ってるんですよ。 まあ農協に出荷したり例えば道の駅に出荷したり三直市場に出荷したり、まあ、いろんな小流はあるんですけど皆さん作ってるとでいろいろ行くと A さんのところに打ち合わせに行くと「いやなおか君よく来たねと」と打ち合わせ終わったら「うちのじゃがいもは世界一おいしいから持ってってくれて2 0キロの疲労袋にボーンってくれるんですね23日後に B さんのところに打ち合わせに行くと「いやなおか君よく来たね」って「うちのじゃがいもめちゃくちゃおいしいから2 0キロ持って,ってって」とまた言われるんです C さんんところに行ってもそうなんですよね。ね 皆さんは多分自分が作る農産品の品質にはもう絶対の自信があると、まあ、それは当たり前だと思うんですけども、えー、なかなかそれをじゃあいざえー販売しようとすると知ってもらえないとかですね、えー、先ほどお話ししたえ何かイベントに持っていこうと売ろうと思ってもなかなか売れないとかですねあとまあ商品やサービスの差別化がしづらい。 まあ今のじゃがいもの話じゃないですけども、まあ、品種であったりいろんなそこの,あの種類が分かれていたりいろんなことができるんですけども結局は価格競争に巻き込まれちゃうんですね、えーまあ、例えば東京の僕の友人同級生も東京のスーパーにうちのじゃがいもを取り扱ってもらいたいんだと。 で今はまあ行政であるとか、えー、地方銀行であるとか、えー、いろんな組織がです、ね、バックアップ体制がありますので、まあ、例えばちょっとマッチングのイベントなんかを開いてくれるとで、えー、自分の、まあ、農場の PR だったりじゃがいもの PR をするんですけどもいやじゃあお宅のじゃがいもを、ね、来月、えー、取引しようとなんだけどもあと5%ぐらいちょっと価格を下げてくれないかと言われるわけです。 でもなあ価格下げるのはちょっと、うん、悩むな、でもちょっとあそこにスーパーに入れてほしいなあ、まあ、いろんな葛藤があるわけですよね、そうしたときに、じゃあ分かりました、5%値下げしますのでどうぞ取り扱ってくださいで、スタートするんですけれども、3か月後あの、バイヤーさんからですね いやあの似たようなじゃがいもがもうちょっと安く手に入るようになったのであの来月からもう取引で結構ですからと言われてしまう、バッサリ切られるんですね、取引が終わってしまう、どうしてもやっぱ価格になっちゃうんです、価値基準が、まあ、価格競争に巻き込まれてしまう、まあ、やっぱり良くないわけですね、利益率を圧迫します。まあ、あと、農業でいうとです、ね、6次産業化という言葉があります。 えーの農業生産者の方がまあ生産をしてえ加工をして販売することを 1×2×3 でえ6次産業という言葉があるんですけどもえやっぱりそういうことでですね農家さんの一番の問題点はですねやっぱ価格決定権がないんですね自分たちで価格を決められないっていうところがえ課題ですなので自分たちで加工や販売することでえ所得を上げていこうという取り組みなんですけども。 じゃあやっていきたいんだけど牛乳を絞ってるんだけどもヨーグルトに販売したいじゃあ製造どうやったらいいんだろうかじゃあ機械はどういう機械を用意したらいいんだろうかとかですね物はでできまましたまだそこ道半ばなわけですよねやっぱりこうあのプロでも今は世の中にあのないものはないと言われる時代なのでじゃあどうやってそれを売ってったらいいんだろうかっていうことですね。えー、じゃあどううやっって取り組んでったらいいんででいいたらしょうか 切りああいろいろがないくらいいろいろあるんですけども農業生産品がまあ安価に輸入されてきてどうしたらいいだろうかとかですねまあ北海道もえ今え先ほどの温暖化の影響で10年前はワイナリーが45軒しかありませんでしたまあ10年経ってですね40軒を超えましたそうすると国産ワインまあ最近どん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 評価が上がってきてますけども1本3,000円から5,000円するわけですよねコンンビニエンスストア行けば 1000円以下で美味しいワインが売っている。到底価格じゃ勝負できない。どうしたらいいんでしょうか。美味しいやこだわりだけでは売れるわけがないということは分かってきた。だんだんそういう取り組みをしていくとですね。えー、あと安心安全。例えば土にこだわってますとかですね。言われるんですけど、皆さんそう言います。いやうちのはこういうことこだわってます。土はこういうことこだわってます。皆さんそう言ってますんで、ああじゃあそれだけじゃやっぱり売れるわけじゃないんだ 展示会に出展して PR をすするわけですなかなか展示会のブースにも試食をどんどん配布するんですけども立ち止まってもらえないとかですね、えー、いろんなただそれだけで売れるわけじゃないっていことは分かってきたとかですね、まあ、いろいろあります。あと最近は求人しても集まらないリクルートはすごくやっぱり人口減少地方ではすごく切実な課題ですので特に先ほど見ていただいた都心からは離れてます。 えーまあ、都心というのは街中ですね、僕らから住んでる、えーま、いわゆる街からですね車で1時間なると、いや、なかなか時給を高くしても集まらない、あと、まあ、会社の理念をスタッフに浸透させたいとかですね、えー、昨今はやっぱりこういったブランド戦略、デザイン戦略っていうのは、すごくやっぱり大事だよねと言われる時代になって、ですね、えー、全国各地でセミナーなり行われるようになったんですけども、いろんな方がいろんな形で言いますんで、 じゃあどこからこれも手をつけていいかわからないとかですねまあここまでですねあの、まあ、こんな専門,専門的な知識を農家さんが身につけてやっぱ全て実践するってすごく大変なことだと思うんですまね。えーまあ、なので、まあ、そういった時に自分たちの思いをちゃんと伝えていくっていうことがすごくやっぱ農業第一次産業においてはすごく必要なんじゃないかと。 今言った通り第一次産業が疲弊してしまうと地方の産業、えー、全て地方自体が疲弊してしまうということにつながりますのでまあそれであれば我々が専門的な知識をそこに用いてですね活性化するべきなんじゃないかということで活動しているわけなんですけれどもちょっと今日はネガティブな話今出しましたけれども一方ではあのまあコロナウイルス先ほど影響が色濃く残ってるって話したんですけども逆にそれを。 今までの農業を脱却してです、ね、新しいやり方を模索してチャレンジする農家さんも出てきたっていうのも事実かなと思います今インターネットでスマ,ホスマートフォンから野菜を買えるようになったり便利な時代になりました自分で販路を開拓してですね産直にどんどん出ていったりスーパーに商談に出かけたり、まあ、そういった自分たちのものを自分たちで売っていくっていうやり方は今まで農業はです、ね、そういった産業ではなかったんですね。 戦後ですね農協という組織があって十勝なんか特に原料供給基地でですねガーッと大きく栽培して大きく収穫して大きく出荷するっていうのがすごく僕は役割とといううのは重要だったと思うんですねそれはあのそういうスタイルということなんですけどもやっぱり今は農業者の方と生産者我々消費者がですね距離がだいぶ近くなってきたすごく時代が変わりました。 あやっぱりあの農家さんを知り合ったらあの農家さんこういうことを考えてるんだったらあの農家さんからじゃがいも買いたいなとかいちご買いたいなと思うようになるわけですよね。でもそれには農家さんの思いであるとかあそういった歴史なんだとかそういうことをこだわってるんだということを伝わらないとそういうことにはならないと思うんですね。なのでこうした考え方はこれからは必ず農業にとって避けて通れない流れになるっていうのは間違いないなというふうに思います。 なんですけども、そこには売る技術であるとか伝える技術っていうのは、えー、必ず必要になるということですね。で、まあ我々が今、えー、お話しした課題をですね、じゃあどうやどういう考え方でどのように今解決しようとしてるのか、えー、していってるのかというところですね、えー。それをちょっとお話ししたいと思うんですけども、僕らがまあ考えているこのデザインの まあ僕らのデザインの本当の意味というかそういったことにもつながるかと思うんですけどもそれがですねこの聞いたことあると思います皆さん CI という CI 計画 CI 戦略という考え方ですねコーポレートアイデンティティこの頭文字を取って CI 計画という言い方をしますコーポレートっていうのは会社とか組織という意味です。 アイデンティティというのは個性とか独自性という意味ですね頭文字とって CI 計画という言い方をしますけども今日はちょっと3つシンボルマークを持ってきました一番左えどうでしょう皆さん知らない方はいない多分口の中がちょっとシュワシュワしてくるようなイメージですかねご存知コカ・コーラです真ん中のマーク 丸のマークありますけどもこれもどうううででしょうか皆さんん見たここととなないいい人はいないと思うんですねこれを見てどういうイメージを皆さん持つでしょうか社長の乗る車とか高級車とかラグジュアリーとかですね、まあ、車ですねメルセデス・ベンツ、えー、右側はですねこれ農業ということでこれジョン・ディアというトラクターのアメリカの メーカーーカのロゴマークで1台新車で買うと3000万4000万円するという家が1台買えちゃうんじゃないかというぐらいのトラクター会社のロゴマークなんですけども皆さんどうでしょうこれ見ていただいて例えば真ん中のマークメルセデス・ベンツですけどもなんでこれ見てそもそも車ってイメージされましたかすすごいい不思議じゃないですかそう言われると まあ車の形が書いいてあるわけじゃないですよね何かシンボルマークに説明的にマークが書かれているとあなんかそういう関連の会社なのかなって皆さん思うと思うんですけどすごい不思議だと思うんです。これを見た時に高級とかですね社長の乗る車っていうイメージ。この CI っていうことの定義なんですがこのまあ書かれてる通りですね会社の独自性や 会社の強みなどを再確認してデザインを統一するんですね、えー。そしてその企業文化内外に発信していくこととあります。なのでここを農業に置き換えてみると、その農場の独自にやってること、それは先ほど言ったこういうことをこだわってますとかです、ね。こんなものを作ってます。で、自分たちの農場の強み、まあ、いろんなこだわりあるわけですね。それをま逆に 作らなななきゃいけないいけかもしれないですね再確認してこのデザインを統一するんです統一。でその農場の文化僕は、まあ、4代目って話しましたけども大体北海道は150年を迎えましたので今4代目5代目というところなんですけども歴史であったりとか場所であったりとか、まあ、そういった文化をですね内外に発信していくことこの内外っていうのもポイントなんですね。外側のお客様もも、まあ、もちろん消費者もそうですけども働いているスタッフ またリクルートのときにこういうことなんだということを発信していくこと伝えていくことっすごく重要なことだと思います。でこれよくあの僕もご紹介する一つの表なんですけどもあの昨今はですねすごくあの会社のまあここで言うと農場の価値会社の価値 私のファームステッドという会社ですけれどもその会社の企業の価値っていうのがすごく重要だと言われる時代になりました。えー、まあ価値農場のその価値価値って一言で言ってもですね2種類あるんですね。1つ目の1つの価値はどういうことかっていうと有形形価価値値のある価値ですそれはどういうことかっていうといわゆるお金に換算できる価値ですね。えー、畑が40ヘクタールありますトラクター3台あります。 例えば自社ビルがありますすとかですね数値に換算できる価値有形価値一方で大事なのは無形価値形のない価値それいわゆる何かというとイメージ価値なんですすごく昨今はこの会社のイメージ特に農業のイメージすごく大事だと言われる時代になりましたでこれはある会社がですねイメージ価値の高いいわゆる 企業のお金がいくらあるかっていう価値ではなくて、イメージがいい会社のランキングをこれ出してる会社があってですね、その表をちょっと引っ張ってきたものです。ちょっとズームインしてみるとですね、これちょっとハテナで隠れてますが、ちなみに日本企業でこれ世界のランキングなんですけども、日本企業で一番イメージが高いと算出しているこの会社がですね、しているのは第7位のトヨタですね。え、安心まあ安全とかそういうイメージがあるんでしょう。 さっきのベンツがあったり123位隠れてます見ていただいている方イメージがいい会社いつもだったらどこか分かりますかはいみたいな授業スタイルでやるんですけども今日は時間がないので開けます第3位からアマゾン第3位ですね第2位グーグル第1位アップルということですね まあ今をときめく IT、まあ、業界というんでしょうか。えー、あいや私も思ってたっていう方が、えー、いらっしゃるかもしれません。ちなみに僕があの今お話した CI 計画 CI 戦略っていう会社の戦略ですねそれ一番最初に会社の戦略として導入したのは第5位に入ってるコカ・コーラ今から百数十年前と言われてます。まあ、これを見てです、ね、皆さん結構、あのー これ皆さんにお伝えするあの紹介するとあアップルとかグーグルじゃないですかとか言われるんですけどもじゃあそこで1位アップルって出てますけどじゃあなんでアップルなんですかって聞くとうーんって言うんですね皆さんい,やいつも使ってるからとかいろいろ言うんですけども、まあ、結論から言うとこの企業イメージを作り上げていく。 にあたってです、ね、先ほどお話したこの CI 戦略ということを忠実に再現している導入している会社がここにランクインしているといえます。CI 計画を行うにあたっては3つの要素が必要で理念の統一行動の統一、まあ、資格の統一という3要素が必要なんですけどもアップルとかですねここに掲げられている会社はこの3つの要素が全てコントロールされてですね 忠実にそれに則っ,ってコントロールされて企業経営が営まれているということになります、えー、日本企業はですね第7位にトヨタでちょっと振り返ってみると32位の中にですねもう1社第20位にホンダが入っているんですけども32番の中に2社しか日本企業は入っていないということで、まあ、良くも悪くも、まあ、日本人のキステ とううんでしょうかなかなか恥ずかしがり屋だったり PR ベタだったり自分たちのことをうまく伝えられなかったり、えーまあ、そういうこともあるのかなと思うんですけども、まあ、逆にまだまだ日本の企業はです、ね、こういった CI 計画ちゃんと自分たちのことを自分たちのこうなんだということを発信できればまだまだチャンスはあるのかなというふうに逆に、まあ、これを見てです、ね、思います、えーまあ、海外はやっぱりそういったこと資金調達であったりとかやっぱり自分たちの事業の PR がすごく上手。 だし、えー、そういった裏返しなのかなというふうに思います。まあ日本企業はですね、えー、すごくまあ奥手だという話しましたけども、ある一枚のこれもいつも見ていただいているものなんですが、ある一枚のこんなものがあります。これ今から数百年前の戦国時代の絵巻ですね。どうでしょうかこれあの 僕がですね十数年前に北海道から飛び出して鹿児島のある農家さんに行った時に今で世界遺産でありましたけども、えー、と千蘭園という、えー、島津藩の庭園があってですねそこの、えー、記念館に掲げられた一枚の大きく掲げられてました入り口に。皆さんこれを見て何か気づいたことありませんか目に入るもの。 特徴的なことが気が付くと思うんですけども入り乱れる人であったり馬を覆い隠すほどの勢いではためく旗ですよね旗。あの当時は多分混乱する戦場で敵味方を見分けるために多数の兵が背中に旗を刺して戦った様子だと思うんですけどもなんでこれわざわざ旗を持ってたんでしょう掲げてたんでしょうか。もう究極ののの場面なわけでですよね生きるかか死ぬ左方う やってますけどもこれ僕これ見た時にハッと思ったんです。やっぱり特に重要だったと思われるのは自分たちがどこに属して何をよりどこに戦うのかという本当に生きるか死ぬかのと究極なモチベーションを要求される場において自らを奮い立たせる最高のこれビジュアルシンボルだったんじゃないかなと。敵にも 我々は徳川藩なんだっていうことを pr するアピールする必要もあったわけだし、仲間にも俺たちは仲間なんだっていうことも知ってもらう。多分その象徴だったと思うんですね。だから我々はですね。やっぱり今の時代、この大事なのは旗印なんじゃないかと。 まあ、あの先ほど理念の統一行動の統一資格の統一が CI 計画 CI 戦略の基本的な要素だという話したんですけども今風にのあに置き換えてみるとですねもう一回自分は何者なのか何のために事業をやってるのかとかですね何を伝えていきたいのかっていうことをやっぱりもう一回伝えていくべきなんじゃないかなと。やっっっっぱりり地方の農家ささんんててて、ね、食べ物を作いるるにああたっていろんなこだわりがあるわがけです生産者さん 土もこだわってるこんなことこだわってますあれもどれもこれもいろいろな要素が出てくるんですねそういう情報を伝えようとすればするほど人には伝わりませんのでまず北海道のトカチでこういうことをやってるんだっていう旗を挙げるってうことですねやっぱり人が物事を判断してですね、えー、認識してもらうっていうことはすごく見た目に大きく左右されますですのでまずみんなが見えるところに自分たちの理念を 表現したものをです、ね、しっかり掲げていくっていうことが大事だなと。なので地方においては農業においてはやっぱり自分たちのアイデンティティがですねここに込められるべきなんじゃないかということで、まあ、生産者さんならではのこだわり、まあ、自己主張ですねあの。もっともっと農業って自己主張していいと思うんですよね。あの僕もそうですしあのどんな作物を 農業のの現場ででどどようにどんな思いで作ってるのか,なんか小さかったのが秋になると大きくなり、えー、そんな様子であったり風が吹いていたり寒かったり暑かったりなんかあと生産者さんのこだわりあの多分それはあの見ていただいている方も含めて食にこだわりがある方って必ずそこ必要だしなんか知りたいことだと思うんですよね。感度の高い消費者さんって必ず知りたいはずなんです。 だからもっともっと生産者さんって、自分たちの個性であるとか、えー、独自性、ちゃんと伝えてですね、作り手の顔が見える農業もっともっとやっていいと思ったんです。もっといい意味の自己主張をすべきなんですね。でもなんでそれが今までなかったかというと、自分たちの作ったジャガイモはある程度まとめてですね、えー、出荷されてスーパーに並ぶわけなんですけども、それは北海道産ジャガイモって一括りにされるわけですね。まあそれはすごく必要なんですけども、 必要なんですけどもこれだけ消費者と農業生産者の距離が近づいてきたときにあの農家さんから買いたいってやっぱ思ってもらえることが必要なんですね。そのためには顔が必要なんですなのでこの CI と僕らが言う、まあ、CI ですねもともといい意味の自己主張をすべきなんじゃないかと。これ僕らはですねこの CI コープレートアイデンティティをファーマーズアイデンティティなの。 FY という言葉僕らなりに農業職地域においてですね伝えていく考え方をこのファーマーズアイデンティティという考え方でやっていこうということで流行るかなと思いつつなかなかこれは浸透していかないんですけども頑張ってこの FY という考え方をですね伝えていきたいなとこれが僕たちのデザインやブランド作りの基本的な考え方かなというふうに思います。 ということで、残りちょっと半分を超えましたので、事例をまあ、こういった今お話した fy の考え方で、えー、事業を実際やられている方のちょっと事例を2つぐらい紹介したいなと思います。えー、本山農場さんという農場さんがあります。北海道美瑛町普段、えー、の隣町ですねえー。本山さんとはもう10年ぐらいお付き合いをさせていただいていて、左側黄色いタオルも空いているのがお兄ちゃん右側は弟さんです。 お父さんからも経営以上されて今年齢でて四十40歳ぐらいのまだ若手経営者です。玉ねぎは映ってますけどもどんなものを作っているかというと小麦や、まあこれね、トマト、えー、結構大規模農業で100ヘクタール以上の規模感でやってます大雪山系の麓ですねこれ小麦の収穫シーンですけどもこういった大きい、まあ、これいわゆるコンバインというものですけども収穫をしてるところです。 本山さんはです、ね、今から10年前ぐらいにいわゆる僕たちでいう旗印を作ったわけなんですけれども自分たちで何かこう商品を作って販売してたっていうわけでは当時ありませんでしたなんですけれども本山さんから自分たちのシンボルマークを作りたいんだということで話があってですね結果的にはこのシンボルマークはできたわけなんですけれども。 まあこれを作るのにです、ね、本山さんのところにもう半年から1年ぐらい毎月通いながら本山さんの思いやこだわりを聞いてです、ねえー、作り上げたわけなんですけどもある時に本山さんがお兄ちゃんですね直岡さんに見せたいものがあるんだということで物置からです、ね、あるものを持ってきてくれましたそれがこのトンカチだったんですねトンカチを、ね、持って走ってきたんです本山さんが追っかけてきたんです何されるのかなと思ったんですけど。 見てください、ね、さいなおん柄の,のところにですねこのカタカナの丸もという刻印がされているとでこれどう,どういうものですかって伺うといや実はこれおじいちゃんの塊なんのなですとあの本山さんはあのお父さんがすごくあの規模拡大されてですね忙しくされて大きくされた農場なんですけどもがゆえに、えー、旅行はなかなか連れてってもらえなかったり参観日に来てくれなかったり、えー、すごく忙しいお父さんでした。 もう仕,事の仕,事仕事のお父さんだったなので僕はおじいちゃん子だったんですすごくおじいちゃんのことを尊敬していておじいちゃんに育てられましたでこれおじいちゃんの形見っていうことが分かってこれをなんとか多分おじいちゃん何らかの意味をここに持って刻印したんじゃないかとなのでちょうど本山さんがお子さんが生まれたタイミングでですね自分たちの子供や孫におじいちゃんのスピリッツを受け継いでてほしいんだということを熱く語ってくれたんですね。 すごくそれは素晴らしいことだなということで先ほど見ていただいたこの丸物マークをですねちょっと家紋風に傾けてですね現代風にデザインしたものなんですけどもまあ上昇していく元山の城を象徴しようということでこういうマークを作りました。でこれは当時見ていただいたまあ何か将来使う必要があったらなんかこう自分たちのイメージポスターなんかいいんじゃないでしょうかと。 あの一切こんなポスターとか使う必要はなかったんですけども当時見ていただいたらこれすごくいいですねということで今名刺のデザインになりました多分名刺もらった方はなんでこれとんかつなんですかっていう話になると思うんですけどいいんですそれで本山さんがそこでまた自分たちのストーリーを話すわけですねで、えー、当時ですねこういった加工商品は全く作っていませんでした奥様が趣味でトマトを作っているので、えー、ピクルスなんかを作っていたぐらいな感じだったんですけどももし将来 自分たちで加工製造販売する時が来たらこんなラベルをしてですね販売したらいいんじゃないでしょうかということでこれ右上にちょっと2013年って書いたの10年前ですねちょうど提案してですね当時はこれすごくいいですねっていうことでえフェイスブックか何かのページを立ち上げて限定100個1個1000円でお奥様が販売されたということがありました。当時加工商品 やる予定はなかったんですけどもなんと今年の冬ですね加工所ができました今年できてですね製造販売トマトジューストマトケチャップオニオンペースを作ってですね来年いよいよ販売していくということで夢が叶ったということですね当時からこういったことをあのプレゼンしてたんですけども役立つ時が来たなというふうに思ってます、えー、ウェブサイトもありませんでしたのでウェブサイトを作ったりあとこれは段ボールですね やっぱりこの段ボールも当時はあの自分たちの知り合いかなんかにですね元山さん自分たちのじゃがいもとかにんにくを作ってるものを発送したわけなんですけども当時は段ボールありませんでしたので無地の段ボールであったりとか JA の段ボールですねそれに入れて発送したわけなんですけども段ボールを作りたいということでこれあの作った時にうちの事務所にあの送ってきてくれた時の写真を撮りました。やっぱりこれも居酒屋とかでこう置きたくななるような まあデザインかなといいう,うに思いますそれが評判になってですね最初は5キロ箱を作ったんですけどももっと量を送ってほしいということで1 0キロ箱を作ったり「いや本山さんのじゃがいもとかおいしいわ」っていうことで「何か他にないんですか?」っていうことがよく聞かれるようになったので「うちはトマトがすごくたくさん作ってます」ということで左上はトマトの箱を作りました。トトマトも美味しいいいしやととうことで いやほ他にないんですかというといやあのすごく量は少ないんだけどもうちの本当のおすすめはアスパラなんですということで右上の長広い長方形の長長箱箱はアスパラ箱ですね実はこれがあの本山さんはじめ美瑛町でしか作られてない品種のアスパラでしてあのこれが去年あまりここで言っちゃどうなんでしょうか相当売り上げが上がりましてですね。えー ふるさと納税に使われたりということで今はこのアスパラがすごく元山之丞さんの売りり上げを占めることになりました。あとあこれ打ち合わせに行った時にちょっと写真を撮ったものなんですけどもこういうふうに箱を作ってですねこれだけあの積んである写真があのところを見,や見たことなかったので思わず写真撮ったんですけどお母さんが作業されてますこの写真をいつも見ると僕思い出すことがあって「お母さんこれあの大変ですね」とこの中にじゃがいもとか入れてた玉ねぎとか入れてたんですね。と、ね、言うういやそうなのよと 明日マルシェがあるのよと準備してるんだ。お母さんがその時に一言言ってくれた言葉が炎症的な言葉がありましたいやこれ去年はこの丸物箱がなかったから適当にバンバン入れてたんだけど今年は丸物箱ができたから綺麗に入れなきゃダメだからね時間がかかるのよって言ってくれたんですねあ、多分責任があるってことですよね自分たちの顔ができましたので良かったような申し訳ないような まあそんな気持ちにこの写真を見ていつもなるんですけどもあと看板も作りましたえちょうど区画整理という道路の改修に合わせてですね本山さんが看板を作りたいんだということでこんな看板を作りましたえ主要幹線道路から一本入ってきたところが本山さんなんですけどもえこれ実は行き止まりですこの先みんな通る道じゃないんですわざと本山さんの道に入ってこないとこの看板は見られるわけがないんですけども この右側、丸物マークがちょっと浮いてると思うんですけどこれはですね後ろ側に LED が仕込まれていて夜になるとボワーンとおしゃれに光る仕様になってですね飲食店でも直売所も何もないのに僕は反対しましたこんなお金かける必要ないんじゃないかなと思ってですね。いや本山さんこれやりたいんだと夜になったらこんな感じで光るんですよ周りは何も真っ暗ですからね もう多分経営コンサルみたいな人に言わせると何のためにこれ作るんですかこれ1個あの看板作るのに100万円ぐらいかかったそうですね僕は止めましたさすがにここまでお金かける必要ないんじゃないかな実際に銀行の方にも言われたそうですこれ立てても見るのは元山さんか元山さんの家族か狐か熊しか見ないじゃないですかって言われたってですでも元山さんはこれをいつもやっぱり仕事の時に見たかったんだと従業員にも自分たちの理念をちゃんと伝えたかったんだと。 いうことをお話ししてくれました。まあこういう看板ですね。えー、今は車にこういう入っていたり、まるものえーマークをー掲げながら今少々ことをされているという農場さんです。もう一つだけちょっと時間もなくなってきましたが、福島県のこれですの伊藤園さん。福島県福島市伊藤園さんですね。伊藤さんです。これが社長さんですね。伊藤さん。まあお年もう七十歳を超えられてますけども,もう元気でパワフルで。 僕も大好きな社長さんですけども、ぶどう、桃、りんご、ええ、フルーツを作っている方です。これが自宅の隣の選果場でして、ここに収穫したものを集めてですね。出荷しているという状況でした。伊藤さんとももう七八年ぐらいお付き合いさせてもらっていてですね。ある出会いがあったんですけども。福島県もご存知の通り、震災の影響が結構色濃くてですね。福島県産というだけで、物がなかなか動かないっていう状況が震災直後がありました。 伊藤さんもあの放射能の検査等を全てクリアをしてるんですけども福島県産というまあイメージですねそれによってなかなか商品が動かないという時がありました。であのブドウであったりとかそういったものが生鮮商品がロスになってしまうわけですよねえ注文がキャンセルになったりとかっていうことでえ大変な状況だったんですけども僕と出会う半年前ぐらいにですねなんとか商品のロスを抑えたいということで。 いわゆる6次産業化という先ほどお話ししましたけれども自分たちで加工して販売していくという取り組みに取り掛かりましたその時に作られた商品僕が出会う半年前ですねこの干しぶどうを作られたわけですねさっきの自宅の選果場の一一角にです、ね、乾燥機械を入れられてそこにぶどうを入れて10日間ぐらい乾燥するそうです左側10粒か15粒ぐらい入って900円でした当時ですね これ7年前ぐらいですす右側房ががいているタイプででそれ1800円でしたで伊藤さんに伺うとどうしたらいいんですかと聞くとですねこれをなんとか都市圏で売りたいんだと東京で売りたいと、まあ、それは高く売りたいっていうことよりも自分たちの価値を伝えたいんだと福島県の魅力だけでもフルーツのおいしさそういったものをどんどん伝えていきたいんだということをお話しされてました。その時にこれをどううしたらいいんだろうかとで どうでしょう皆さんこれを見たときにあある問題点がありますあのパッケージデザインのよしあしではなくて考え方としてですね地方の我々が考えるパッケージデザインの考え方一番良くない例なんですこれ。一番良くない例は何だと皆さん思いますか 伊藤さんにこれ伺うと半年前に発売されたということで、えー、道の駅や山直市場で売ってますということでした僕、見に行ったんです、そこそしたら考えられること皆さん一緒なんですね。棚にこの筆文字、このスタンドパック星ぶどう、星ぶどう、星ぶどう10件ぐらい並んでました、ずらーっと。僕、これ見ていったので気づきましたけれどももし見ていかなかったら分からなかったかもしれません。 なのでその中でも伊藤さんのものが一番値段が高かったです。絶対売れないパターンですかねでも聞くとこれは一番生鮮品にしても糖度が高い一番高級なブドウを干しぶどうにしてるんだということを言われましただから高いんだとこの枝付きの方もわざわざこれにするために剪定してますと数が作れませんと言うんですね伊藤さんが。 聞聞けば聞くほど伝わらないなのでどうでしょう皆さんもお気づきでしょうか重要なのはこの星ぶどうっていうとこではなくて誰がが作ったかっていう顔がないんですねこれにはなのでちゃんと伊藤さんの旗印をしっかり作って顔を作ってそれをちゃんと伝えていくということをした方がいいんじゃないかということを提案してですね、えー、いわゆる僕らが考える FY 戦略ですね変えました。 1> 約一年ぐらいかかりましたけれども変えたデザインがこちらです、えー、左側右側の枝付きこれ商品中身一緒です、えー、これもですねちょっとマーケティング的な、えー、考え方もあるんですけどもまあ箱もしっかり作ってですねこれあのあと重要なのはこの商品がどのくらい年間で作れるのかということですね販売できるのかという数量いわゆるロットです あのいろんなスーパーマーケットや百貨店さんに販売するっていったときにやっぱり個数っていうのはある程度必要になります伊藤さんに伺うとそれだけこだわった商品なのでこれは年間500個しか作れないというお話をされましたそれであれば自分たちでもこれは販売する外には出さないっていうことをルールを決めてですね一番フルーツの伊藤園のトップの商品に位置づけようということでこれを設定しました価格はちなみにほぼ倍の3800円 しましたこれは左側の粒ですね干しぶどうとは一切変えていませんそれよりも重要なのは誰が作ったのかということを表現してあげるということはすごく大事なことかなというふうに思いますあとこれは展示会の様子ですねぶどうを売るというのも伊藤さんをちゃんと伝えていこうという取り組みですウェブサイトあとこれは第2弾のジュースですねぶどうジュースモモジュースこれも 品名は入ってません。それよりもどなたが作ったのかということをちゃんと表現してあげる干しぶどうを食べた方が「あ美おいしかったね」あ「あこれあの干しぶどうの伊藤さんのジュースだからおいしいよね間違いないよね」って思ってもらうことがすごく大事なことなのでしっかり顔を出していくということですね。これは奥左側は奥様です。 あとこれは伊藤さんから写真が送られてきてよく最近は福島県内で取材を受けるということでその時は必ずソムリエスタイルで取材を受けるそうですあのソムリエおじいちゃんって呼ばれてるって言ってましたなんか講演活動も結構されてるそうでもう有名人になってしまってあとこれは車ですねこういった形で統一をしていくわけですこれは2016年のグッドデザイン賞を頂い,いてです、ね、記者会見したときの様子ですあと某 テレビにも取り上げてていいただいてですね、えーまあ、最後にちゃんとこういうシンボルマークが出たっていうことが人の印象に残るということですごく重要かなというふうに思います。あの伊藤さんの、まあ、今まで売れなかった1,800円のものがですね箱にしてギフト仕様にして販売されてあの商品が売れるようになったっていうことも大事なんですけどもやっぱりその商品をヒット商品を作るっていうことではなくて。 やっぱり伊藤さん全体の会社の思いを伝えていくっていうことが主眼な目的なので今までなかなか売れなかった伝わることがなかった、まあ、例えば思いであるとかあと商品ですねロスになってた生鮮商品をやっぱりロスなく販売していくっていうことがすごく重要なことになるのでブランド作りっていうのは時間もかかりますけどもやっぱりその農場の会社の価値を高めていくっていうことがすごく重要なことかなというふうに思います。 あの今もあの活動をしていていろんな商品も作っている伊藤さんです。はい、ということでえちょっと短い時間でしたけどもえいろいろ2つ二例を紹介させてもらいました。あのー、まあ僕ら旗印ということで,ですねこれあのいろんな全国各地のえ規模も違えば作物も違いますけどもこういった形でですねみんなそれぞれ自分たちの作るものにえこだわりや やっぱり思いっていうのはあるわけですそれをやっぱりこういった形で表現することによって私たち食べる方はですね、えー、楽しんだり、えー、話をしたりそのことがすごく重要なのかなというふうに思いますあの先ほどのの伊藤さんのあのスタイルもありましたけども、まあ、商品が結果的には変わるビジュアルが変わってかっこよくなったねっていうこともすごく重要なんですけども今まで一歩踏み出せなかった、えー なんか東京に行ってみようとかこういうことをやってみようっていうデザインとかブランド作りっていうのはこう人間の意識を変えるすごく重要なものなのかなというふうに思いますそれはあの逆にまああの売れる売れないっていうことも大事なんですけどもデザインとかってですね経済的こう指標で測れない自分たちのこう思い人の意識を変えるものなんじゃないかなというふうに逆に 農家さんに生産者の方に教えてもらいましたしなんか潜在能力を引き出してですね考え方とか行動を変えるぐらいなパワーを持ってるんじゃないかなというふうに思います。最後にこの僕らが思う農業をデザインで伝えるということで大事な,なんかこう心得アクションみたいなことを4つちょっとご紹介して終わりにしたいなというふうに思います。 1>, 1番目、まずやっぱり視覚的シンボルをしっかり作るということですね。これを見たときにあ北海道十勝帯広の長岡農場だ知ってもらうこと分かってもらうことすごく大事なことかなと思います。えー、コンセプトを決めてですね自分たちの理念を決めてシンボルマークにメッセージとともに紐付づけるということですねマークを見たときに思い出してもらうということは大事なことかなと思います。2番目、まあ、一言で言ででえるる自分の強みを作とということですね 私私たたちちはこういういやっぱりこ私たちの譲れないいいとと思思があるるます自分の強みを作るなかなかちょっと一つに絞るっていうのは難しいことかもしれませんけどもこれというものを言えるものを作っていくといいんではないかなと思います。3番目、まあ、統一感と一貫性っていうこと、まあ、過去コントロールと書いてますけどもやっぱりだんだん時間が経っていくとですね、まあ、時代とともに変えていくものもあると思います変えなきゃいけないものもあると思います。 でももちゃいいけなのまあ他人の芝は青く見えるじゃないんですけどもあっんかあっちも良さそうだなとかあこっちも良さそうだなっていうことでなんか時間が経ったらですね、えー、そういったことでいろいろこう,ぶれちゃうんですね、えー、あのなので決めたらブレないやっぱりこうイメージ一番さあの最初の方にお話ししましたけどイメージってすごくあの積み上がっていくものなので。 心の中に積もっていくものなので、えー、継続していくことがすごく大事なことです。その上ではこの統一感と一貫性というのはすごく大事なことかなというふうに思います。で、最後に、えー、常に発信する、諦めないことですね、えー。せっかく、えー、行動アクションを起こしたものをですね、やっぱり発信しないと常に忘れられてしまうので、えー、まあ、なかなか結果が出なかったりすると諦めちゃったりすることも多いんですけども、継続が大事です。なので、しっかり何年単位で 継続してですね、いく仕組みを作りながら発信して諦めないでやっていくというのは必要かなというふうに思います。まあ、最後にま地域農業食、えー、自身をと誇りを旗印にということで、えー、まあ、これからはですね、農業、えー、食がもっともっと見えるように、えー、ならなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。あの皆さんもスーパーとかですね、いろんな売り場に行ったときに必ず見るのはあのパッケージだったり。 視覚の情報でキャッチされるわけなんですけどもやっぱり知ってるもらうためにはこの見えるためには顔がな,んな,きゃなければいけないわけですねそれを見ながらみんんんななを選んだだりり楽しすするわけですなのでますますこの顔を表現するまあロゴマークシンボルマーク僕らでいう旗印っていうのがますます重要性は高まるんではないかなというふうに思います。 あのまあ、見ていただいている方もですね、えー、ぜひそんな楽しみ方もしていただきながら、ぜひ生産者さんそんな形であの知り合いの方に、いややっぱり顔がなきゃダメだよねっていうようなことも含めてみんなでこの農業を盛り上げていきたいなと思います。あのやっぱり僕たち食べないと生きていけませんので、はい生産者さんリスペクトをしながらですね、日本の農業僕らも食一時産業をデザインで変えていこうと。 まあそれぐらいの強い意志を胸にいただきながら、え僕たちも農場外を続けていきたいなというふうに思います。はい、以上僕からの今日は、えー、授業終わりたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。食はこうすべての人に関係していることですし、今回その農業という切り口でブランディングであったり、さまざまなデザインのことを教えていただきましたが、こう買い物するときなど。 まず日常でデザインの見え方が変わっていきそうだなというふうに思いましたまたあのファームステッド株式会社のウェブサイトにはたくさん事例が載っていてすごい楽しく私は見ていたんですけども皆さんもぜひ見てみてくださいはい先生ありがとうございましたチャット欄たくさん感想とか質問が来ておりますありがとうございます、えー、ちょっと短い時間にはなりますが質疑応答の時間を取れたらと思います 率直,直な素人質問であの恐縮なんですけれどあの今回の事例ってあのかなり B2C というかあの消費者の方に直接あの販売する事例だったかと思うんですけれどあのは北海道とかあのかなりその原料生産をされている方が多いかなと思いましてそのあの企業さんとその連携して B2B とかであの販売している事例の場合ってあの何かその。 B2B をメインでやっている方、まあ、企業さんの,あのブランディングとかをあの行う際に何か B2C と違う点とかっていうのはある,あるんですかね違う点はあまりないんですけどもあの基本的にはその商品に付くか付かないかということだと思うんですよね。まあ、たとえそれがあの一般的な百貨店さんだったりスーパーさんに販売をしているというわけじゃなくて例えば農協さんであったりとかし市場に出していたりとかです、ね、そういうところもあると思います。 でもそれはいろんな会社の理念だったりウェブサイトだったりそういう市場関係者の方農協関係の方もやっぱり見るわけですよね。そうするとああそこの農場ってやっぱりこういうことでこういうことでこういうふうにやってるんだっていうことがやっぱり理解されるのとされないの差はすごく大きいと思います。なのので他の農場さんかから比べると少し価格が高かったりいや やっぱりあそこはああいうことをしっかり考えてやっているのであそこで働いてみたらどうだとかです、ね、そういうリクルートに役立ったり、まあ、物を売るということもそうなんですけども、まあ、農場としてのしっかりしたまあ確立体制を確立するということこそがすごく僕はブランド作りにすごく大事なことかなと思うのであの両方、それはあの特にやり方が違うとかそういうことはないかなと思いますはい、ありがとうございます。はい はいいありがとうございますチャット欄の方では感想で言いますとブランディングしたいというよりしないといけない時代になってきたんですねであったりデザインは企業の第一印象を大きく左右しますねとかすごく盛り上がっていますね名刺にとんかついいですねとか限定には弱いですねとかいろいろ来ております。 農家の方かからご相談ががあることが多いんでしょうかそれとも長岡さんから持ちかけることもあったりするんでしょうかどうやってこういったお仕事が始まっていくのか進んでいくのかが気になりましたという質問が届いております、はい、あの基本的には我々から何かこういうことをした方がいいんではないでしょうかっていうことはあまり話はしません。あのいろんんな、まあ、つなつがりの中で、えー、農家さんから、えーいや あそこの農家さんはすごく素晴らしいものを作ってるしもっと世の中に出,す出したらいいんじゃないかなと思っているちょっと紹介したいんだっていうことでご紹介いただいたり例えばこういう YouTube を見ていただいたりどこかでこういった事例をお話しさせていただく機会があったりした時にそれを聞いてですねあやっぱりこういった考え方があるんだなっていうことでお声がけいただいて実際の話活動が始まるという形が多いかなというふうに思います。 はい、ありがとうございます。続いてが美大生です。地域や農業のデザインに関心があります。売り上げやビジネスのこととかはまだよくわからないのですが、学生のうちに何かするしておくといいことはありますか<あ>との質問です。はい、あの農業といっても、まあ、僕らはあの先ほど見ていただいた。 えー、北海道っていうこと,を、まあ、ところがたまたまあの出身地だったのでそういった農業地帯を見て必要性にかられて、えー、活動するということになったんですけども本州に行くとですねあいや北海道にはやっぱ規模じゃかなわないんですよねとか北海道羨ましいですとか、まあ、結構言われたりするんですね。なので北海道もにない価値が例えば本州のあるところにはあったり。えー 人口が例えば多いところだったり少なかったりすごく面積がちっちゃかったり大きかったりあると思うんですよね。なのであの学生の時からですね多分いろんなところを見て畑だったり、えー、牛だったりいろんなものを見ていくとすごくあこんな農業もあるんだとこんな農業のやり方もあるんだあこういうふうにして自分たちの、えー、食べるお肉はこういう流通を通ってこういうふうに 変えるんだとかですね、まあ、いろんなところに行って生産者とお話しする機会をあの持っていくっていうのはすごくいいんじゃないかなというふうに思いますなのであの大きい畑に行ったり、まあ、いろんなあの紹介をしたりとかですねされたりということで、えー、いろんな全国各地の畑に足を運ぶっていうのが一番いいんではないかなと思います。ありりりがととうございます旅行に行にったた日常でちゃんとお勉強したり、はい 研究観察とととかそういうう、はいいこも大事ですすよね、はいはい、ありがとうございます、えっと、最後にもう1つ質問が、えー、農業は日本では厳しい状況に置かれているのかなというふうに思いますが、えー、再度元気を取り戻していくには業界としてどんな取り組みをデザインして取り組んでいく必要があると思いますか、うん、との質問です。はいはい あの先ほどあの一番最初冒頭の方に実際の生産の課題っていうのも実はすごく多くてですねあの農業はどうしてもやっぱりますえ大きく規模拡大っていう国の方針があったりまたそういうことじゃない方針に変わったりすごくそういうことになってるんですけどもまあその中で自分たちがそれぞれの農業スタイル 経営の理念を掲げてですねそれに基づいて決めていかれるわけなんですけども僕らの専門分野から言うと今日お話ししたものの繰り返しになるんですけどもやっぱり一人一人の農家さんがですね自分たちの作ったものにちゃんと科学決定権を全ては難しいかもしれません。でも それは消費者が僕望んでることだと思うので消費者に直接届ける取り組みが少しでも多く活動として出てくるっていうことと同時に今日見ていただいた単純に何かこう販売するっていうことではなくて自分たちの思いをですね形にしていくということがやっ農家さんにすごく大事なことだなと思いますしあのその思いが伝わらないことはすごくもったいないことだなというふうに思うので。 そんな活動を少しでも、えー、地域においてですね、当たり前になるスタンダードになるような、えー、雰囲気というかモードになるといいんじゃないかなと思います。はい。ありがとうございます。確かにコメント欄でも農家さんや販売者さん自身の積極性も伴っているからこその成功に繋がっていくんですねみたいな感想も以前前にいただいてたのでそのあたりも繋がってきそうですね。はい 食や地方でたくさんの課題があって大変そうだなって思うところはありますがすごく面白そうな領域だなというふうに今回お伺いして思いましたありがとうございますそれではです、ね、質疑応答の時間はそろそろ終了としたいと思いますありがとうございます、えー、なおです、ね、先生の、えー、書籍出版されておりますね、えー、農業をデザインで伝える食と地域の課題を解決する方法 については書店をはじめオンラインでも購入可能ということで皆さんご関心がありましたらぜひチェックしてみてくださいそれでは本日の長岡純一先生の講義プログラム農業をデザインで伝えるを終了とさせていただきます長岡先生本日は貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました